そうね、手詰まりですか。場を見つめる滝沢です。連像が相当通るんですけどね、短期しか当たんないですからね。相当通るけどドラ、中筋の数ピンとしました。2枚切れのドラ短期なかなかないですよねそうですね。小林の最後の手番です。3枚ますよ。さあ、できればウーピンでお願いします。何にも書いてないなんて。うん、渋川無念。うわ、全部山。流局です。桜ナイツ渋川の一人天敗。いやー、これは天敗止まりではいかにも不満だ。怒りのゲージを貯めて難波の親番を迎えます。難一局日本馬教託1000点ドラパーソー、全員2万点台で難波に入りました。難波だけにこっからですかこれが本当の渋川難波と言わせてくれるかドラのパーソーが1枚、ソースで1メンツ、形悪くありません。渋川なんちゃの松本です。赤含みの578のところに6を引いてきて交換色か。シャーチャの滝沢は、両面が3組、ペーチャの小林はピンズで1メンツです。パブリックの会場で騒いでそうですね。全員勝負ですよ岡田さん。多分岡田さんにそう言われてで、ピオさんは全集はない4曲なんですよって突っ込んでるかもしれません。割とあの細かい定義があるらしいので。あ、そうなんですね。とはいえね、この僅差、そしてない1曲ということは ね、まだマックス、あ、最低でも4曲あるわけですから順位点が大きいですからね、はい、僅差でも着順でね、大きな点数の差がつきますからね。当たり前といえば当たり前なんですが、いや、各チーム応援のしがいがあります。トップの可能性が十分見えています。渋川は 3,4,5,3 色が見えるか。まあ、ただ打ち手によってかなりかあの気持ちが変わる点差ですよね。あの人によってはもうよし僅差だからトップ取るぞっていう人と、いやこの僅差の戦い4着はやってないなって考える人とね、ちょっと分かれるとは思うんですけど。そのあたりはこれまでの成績も影響してくるかもしれませんね。そうね、ポイント持ってる人はもうトップだけ見て戦いますけどね、調子悪い人はやっぱり4着怖いですもんね。4着は怖いって思っちゃうかもしれませんね、うん、松本がいいシャンテンになっています。進むか渋川。おー、進む、入った。一番いいとこ行きましたか。はい、3ピンさえくれば3色の完成です。打点大好き、ドラを重なり見て持ってますよねドラの重なりももちろん期待してるでしょう。先ほど上がれなかった 3,4,5 の3色、今度はどうですか、うん、ドラ、ここで安全度をキープしましたね。なるほど、難しいけど松本さんも欲しいのは打点じゃないから3色とかいらないんでしょうけどね。何を切ると転敗しやすいかは難しいですよね、滝沢から初が打たれ松本がポンして関羽宗の転敗を取りました。転敗も取りづらい形ですけどね、取らない、転敗取らないといいシャンテンは広いですからね、さあ山には赤羽宗だけが残っています。これはチートイツのイーシャンテンになった小林です。お、こういうとこ面白いの切ったりしますよね。何を切ると思いますか。あー、イーシャンテンどうでする、僕キューピン切ると思ってましたね。あ、そうなんですね、うん、いてなーいだ、おーい、打点大好き、打点大好き渋川さん、ただ間に合ったとは言えるので。確かに松本が今ウッパーソー待ちに変わったところです。ただ枚数めっちゃ増えたね、はい、山に1枚から山に3枚に増えている松本のウッパーソー、きたー、3色確定、ピンクリーチは6球馬待ち。それを受けて松本どうする、
イーソーが通っています。そしてウッパーソーが渋川のリーチの現物待ちになっています。滝沢も来ました。ウーパーワン待ち。さあ4対3対3はすぐにでも決着がつきそうです。6万一発積もった。6000は6200渋川の上がりです。リーチ一発積もピンフ3色6000オールの2本馬。さすがリベンジしましたね。リベンジですね。2度目でリベンジに成功です。さあ渋川どこまでいける。難一局は3本馬へ。ドラは3万です。